かれたね、フルル。そいつ大体隠れてるじゃねえか。フルフ。どこに行くんだ。いちいちあなたの許可が必要なの。別にそんなことはないが、そんな言い方しなくたっていいだろう。あなたこそどうしてそんな悠長に構えていられるの。この瞬間も敵は活動しているわ。なのに私たちはここで足止めされたままなのよ。それは皆わかっているけど、どうしようもないじゃないか。一体どうしたんだ。このところ変だぞ。そうね、バカなことを言った。何か気に障ることをしたなら謝る。本当にわからないんだ。だから教えてくれないか。謝ることはないわ。あなたのせいじゃない。いえ、誰のせいでもない。本当よ。だったらごめんなさい。聞かないで。そう言われたら何も言えない。ごめんなさい。分かった。だが無理はするなよ。こたびも刺激的な旅であった。
なんと。うん、申し訳ない。ごめんなさい。リウェル。魂の叫び、なかなか見事だったぞ、アルフェ。思わず熱くなってしまった。俺もまだまだだ。でも、だからこそ届いたのよ。リンウェルもデュオハリムも、そしてあの母親も。確かにあなたの言葉で心を揺さぶられた、うん、共に旅をすることにした私の選択は間違っていなかった。何かあったんだろうか。あ、
んだよ、お前もハマってんのかよ。いやあの子の言うことも一理あるなって。お前飛んでて丸っこければ何でもいいのか。この旅も刺激的な旅であった。雰囲気が変わった。油断するな。お手並み拝見といこう。変装結果で魔王エリザベス。私は援護する。空を飛ぶやつか。私なら動けるんだ。分かった。神耐性の腕ではないな。私の先に進むしかないよ。腕だけでは妨害を頼む。やっと着いた。次は無事か。濡れたくらいじゃ問題ないわよ。バラバラにしてやる。死の精霊。負けないよ。
着いた。視線を感じろ。誰？
分。食べられそうなものを探してみよう。やっぱり私たちだけでできることには限界がある。この国にはもっと助けがいるわ。そうだな、早く他の国の援助を募る必要がある。そのためにもここを出る道を見つけないとな。分かった、早速明日から始めよう。そのためにも今日はしっかり休んでおくんだ。何？レネギスが、それにあのレネギスの姿、一体何が起きているの？あんなことができる奴らを相手にしてるのかよ俺たち。どうやら沈黙は終わったようだ。あの降りてきた物体、まるでダナに打ち込まれたくさびだな。くさび、俺たちの犯行への。だが上から出ている光は何だ？精霊力。精霊力？あれがか？だが、
あんな、ものすごい勢いだよ。今までレナのスルドたちが集めていたのなんて比較にならないくらい。ダナの精霊力を根こそぎ奪うつもりか。だがなぜだ。精霊力集めはスルドブリガを競うためだったはずだ。あの勢いじゃ放っておいたらダナが虚水だらけになっちゃう。破滅だよ。破滅。これもあの赤い女の仕業なのか。だとしても不思議はないな。たまたま王と巫女、そして5つのマスターコアが揃った場に第6のコアを携えて現れ、君たちに強制してレナス・アルマを作り出したあの女、一体何者だ。どういう意味だ。どうとは。あんたのそばにもいたじゃないか。何かしら知ってることはあるんじゃないのか。私があの女と面識があると言いたいのか。私もアウテリーナ宮であなたのそばにいるのを何度か見かけました。この絵の間では何者なのかと。そういえばビエソの近くにもいた気がする。覚えてないか、シオン。シオン。あ、ごめんなさい。私もペレギオンで初めて見た気がする。どうなってるんだ、二人してあんな目立つやつを覚えてないなんて。てっきりスルドのお目付け役か何かだとばかり思ってたんだが。本当に覚えがないのですか。ない。これでも記憶力はいいつもりだ。その点はいろんないけど。気になるが、今はあのくさびが先だ。そんなこと言ったってどうするんだ。俺たちガナス・ハロスから出ることすらできないんだぞ。北の山脈の向こうはシスロディアだ。ですがこの一月、山を越えられそうな道は見つかっていません。解放した人々からも手がかりは得られませんでした。だがどこかにあるはずだ。300年間タリオと隔離されていたはずはない。ボルラーンが閉ざして隠したのかもしれん。だったらダメ元でももう一度町の人にも話を聞いてみようよ。何か見落としがあるかもしれないし。わかった、探してみよう。今から船を作るよりはいい。あれがレナの本当の力なのですね。何かあるだろうとは思っていたが、ここまでとはな。これからどうなっちゃうの。なあ、くさびが降ってくるとき一緒に変な光が見えなかったか。うん、色の違う光が4つバラバラに散っていったな。私も見た。何だったんだろうあれ。待て、いっぺんにいろいろ起こりすぎだ。すべきことから一つずつ片付けていこう。確かラフトゥー湿原の奥にそびえる山脈のことだ。でも湿原の奥にそんな道なんてあったかな。見落としたのかもしれない。やれるか。連動する。相手ね。逃さない。逃げたをなめなし。全力で行けそうだ。任せたまえ。光栄な責任だ。優勝を止めるのは上手だ。やれるぞ。ユアル。ソハ。エモジ。いい連携だった。演舞曲といったところか。悪いわね。
何持ちつ戻るんだ。やれやれ、はあ、よし、もう始めて、腕によりをかけて作るわ。食事は私たちに任せて。そうか。
じゃあ二人に任す選択でもするか。見りゃわかるだろ、選択だよ選択。そうだったのか。前みたいに服を叩きつけたりして。当たり前だろ、俺は一度叱られたら覚える男だぜ。大丈夫だ、俺も横目で見ていたが問題ない。そうか、アルフェンが言うなら安心だな。おい、なんで俺の言うことは信用してくんないんだよ。絞る時も力任せにやると生地が痛むから、頼むぞ。分かってるって。あんまり小言が多いとシワが増えちまうぞ。なんだと。皆が成長したということなの。ティオハリム、あなたはここで何をしているんですか。夕げを待つ間、焚き火を眺め一杯たしなんでいたのだ。ああ、愛も変わらず。でもなんだか安心します。おお、小言の一つでも言われると思った。もう、あなたも叱られたいんですか。あ、いや、そういうわけではないが、うん、星巡り、憂う輪郭照らすのみ、ただ焦がれるは友のことのは。珍しくまともなしかとも。私に話せということですか。我またん胸に積もりし内なる。わかりましたよ、話せばいいのでしょ。惑う君、次の言葉を座して待つ。わかりましたって。最近皆が家事をするようになって成長を感じる反面、私が皆にしてあげられることは何だろうと、そう思うようになりました。戦闘や家事は私がいなくてもできることです。衣装部で花もないし、でも一介の軍人がしてあげられることなんて、なぜ私はここにいるのか疑問が拭えなくて。家事疎く、理想郷なぞ空の果て、君いなければ生きる意味なし。兄さんから継いだ理想郷の実現、私たちの戦いはこれからでしたね。君となら苦渋でさえも意図うまし。もう調子いいんですから。ご飯できたよ。デキサラ嬉しそうだね。何、お前たちの料理を楽しみにしていただけさ。さあ、しっかり食べて、しっかり休もう。ティオハリム、昨晩は返事が全て詩になってましたが、あれは何だったんです？良き詩の機運でも降りてきていたのだ。気に入ったものはあったかね？良い言葉をいただきました。少々記憶が曖昧でね。よければ歌ってもらえないかね。もう自分で思い出してください。待たせたな、うんと食べてくれ。ティオハリム、疲
付き合ってくれるか。今日も京都で旅の空か。君は旅暮らしが嫌になることはないのかね。奴隷暮らしよりずっといいさ。なんといっても自分で行き先を決めることができる。奴隷には許されなかった贅沢だ。なるほど、得がたきは自由か。それに飯もだな。配給はまずかったし、足りた試しもない。飢え死にしないためにいろいろ口にしたもんだ。あんたこそどうなんだ。スルドの暮らしとは相当かけ離れてるだろう。私の私生活に興味がおありかね。変な言い方するなって。確かにスルドだった時は上の心配とは無縁だった。身の回りのことも誰かしらがやってくれた。それこそ着替えでも何でもだ。私はただ黙って突っ立っていればよかった。かけ離れすぎて嫌味にすら聞こえないな。意外に聞こえるかもしれないがね、私は今の境遇を割と気に入っている。ダナ人のそれと比べるものでもないが、スルドの暮らしもそれなりに制約が多かった。こんな話を聞かされても不愉快なだけだろ。そこらのレナの自慢話ならそうだな。あんたは相当な変わり者だしな。時々思うことがある。自分が他のレナ人と同じようだったらどんなにか楽だったろうかと。本気で言ってるのか。変わり者の言うことだ。聞き流したまえ。いずれにせよ私はこうしてここにいる。それだけが現実だ。今日のところはお開きか。さて、食事を済ませたら行くとしよう。こたびも刺激的な旅であった。何か。嘘。おや？下手な期待を持たせない方が良かったのでは。死後で種の壁を越えた者に感動を覚えてない。私が期待したかったのだ。なるほど、気持ちは分かります。
おお、なんと、はあ、うん、あら、おお、ボルランの所在追跡って何だ。自分とこのスルドの場所がわからないのか。各地で遭遇したことから考えて、国を離れ単独行動を続けていたんだ。奴は自分の部下すらもてあそんでいたのか。レナの装甲兵だ。ボルラーンの残党と見える。騒がれる前に倒すぞ。ボルラーン、お前やれ。降伏しよう。命を保証する。お出しな。主の玉座を汚した最悪者だ。残党な上にいちいち大行なんだよお前ら。フレアトルネード燃え盛る炎の攻撃を生命力全開。いっけー、最近できたようには見えないな。これがシスロディアに通じる道ってことはないのか。大丈夫かシオン。ええ、行きましょう。いつの間にか随分荷物が増えてるわね。シオンも感じていたか。実は私もそう思っていた。少し減らしたらどうかな。旅を始めた頃に使っていた武器とかもうボロボロだし。いや、武器は磨けばまだ使えるだろう。かさばってるのは防具じゃないか。防具だって直せばまだまだ使えるぞ。それに身を守るものは多くて困るということはない。なんだかよくわからない骨董品とか売っ払えば減るんじゃねえの。そういうものの価値のわからない人間が貴重な芸術を消滅させるのだ。芸術じゃ戦いねえよ。やめなよ、そういう話をしてるんじゃ。ごめんなさい、私の言葉が足りなかったわ。こんなに荷物が増えるほど旅をしたのねって言いたかったのよ。失敬した。過敏な反応をしたようだ。まあ旅の土産って増えるもんだし、俺も勝手なこと言ったから。荷物の重さは絆の重さか。そう思うとこの荷物も宝の山だな。